天地に通ずる生命の小玉、絶えぬ物語の伝承よ、古の名、この声に運命のものを答えさせよ。また喧嘩か。カチーナちゃん大丈夫？え、見間違いじゃないよね？これってまたアビスが見せてる幻？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。君を連れ戻そうとしてるの。モアラニちゃん、旅人さん、パイモンちゃん、それにみんな。あのね、ヤガミの国をずっと調べてて分かったの。何もかも大霊がアビスの影響を受けたのが原因だって。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思ったけど、とてつもなく強いアビスの魔物にあって、もう少しで殺されそうになって、大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。私も魔物を避けながら大霊を救う方法を探そうとしたけど、でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり恐ろしいものを見たりして。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。はあ、大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう、強がらなくていいんだよ。私たちは絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。信じてくれてるでしょ。今回も同じ。ただ私たちを信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たちは決して君を見捨てたりしない。そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。ありがとう。気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のままヤガミの国に入ってもらう。ヤガミの国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも汚染されかねない。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに連絡し、ここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して彼女は経験豊富だからな。その顔を見るに、また喧嘩をしたのか。心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。
エンジ様、私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて本当にありがとう。時間がもったいないし、早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。いやさ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇したときは。そんなことにはなりません。ああ、それを願おう。してみると、オイラたちが目指してる場所ってかなり高いな。やっ、お披露目だ。スラミコン、権限だ。これがエンジン様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああ、そうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。
まさかこの中に入らないといけないのか。いいか、絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くからな。みんなしておいらにしがみついて。重かったぞ。どうやら無事に着いたみたいだね。ここが八神の国。こんな景色が広がってるなんて。アビスの力があまりに濃いせいでカチーナちゃんは閉じ込められちゃったんだろうね。ここでは現実世界の常識など通用しない。どんなことでも起こりうる。それより一番心配なのは戻る方法だぞ。さっきの入り口ってどう見ても行ったり来たりできるようなものじゃなかったよな。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見えるか。地面の光と空の裂け目。うわっと、おいらたちあんな高いところから落ちてきたのか。常識が通用しないとはこういうことだ。あれだけ高いところから落ちても衝撃は全くなかっただろ。元の世界に戻りたい場合、再びあの入り口まで行く必要はない。この光の下に立ち、心の中で念じれば大丈夫だ。それだけでいいのか。そんなつもりないぞ。オイラのこと全く信用してないみたいだな。じゃあカチーナちゃんを見つけたらここに連れてくればいいってことだね。ああ、この光は現実世界から差し込んできてる。いわば現実世界とこの世界をつなぐロープだ。この場所見たところ地形が複雑だし視界も悪そうだぞ。どうやってカチーナを探せばいいんだ。しかもあちこちに浮かんでるあの黒いやつ、どう見ても有効的じゃないぞ。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。しかも喋ったぞ。落ち着け。俺は君たちを助けに来たんだ。ビチャマを助けてくれたのは君たちだろ。ああ、ビチャマの友人のマルコだ。完全にこの国に溶けたと思ってたが、急に不思議な力を感じてな。あの力は俺を探し、俺という概念を集めようとしてくれた。もちろんそれは非常に難しいことだ。このように中途半端な姿で君たちの前に現れることになって申し訳ない。いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピリットストーンはアビスの力の影響を受けていた。だから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリギのために危害が及ばないようにするためにも。ああ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。もう何年も経つっていうのに、俺のためにあそこまでしてくれるとはな。あの不思議な石の力で俺の魂はあいつとつながれた気がした。まったく、未練までそっくりだなんて。勝って凱旋するにせよ、負けて犠牲になるにせよ、親友とずっと一緒にいたかった。そうだよね。ああ、もう叶わぬ望みだがな。でも君らにはまだチャンスが残されてる。児玉の子の娘を探してるんだろう。あの子は今アビスの力の化身に追われてる。この姿を保てるうちにあの子を助けてやりたい。さあこっちだ。気をつけてくれ。ここはアビスの侵食をひどく受けてる。おお、でもまさか八神の国がこんな風になってるなんてな。まるで今にも噴火しそうな黒い火山だな。いつ私たちの世界を飲み込んでもおかしくなさそうだぞ。
俺の力がある。一時的にここの攻撃から君たちを守れる。離れないようにしてくれ。長かったもたなそうだ。道を変えよう。こっちだ。ここは迷いやすいんだ。でも大丈夫、俺の後ろをしっかりついてくればいい。私の聞き間違いだったのかな。そういうのやめろって。びっくりするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたんだ。それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。魔物たちを片付けちゃおう。うん、私も戦う。ガジャーン。やっ、ガンザン八九。状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。八神の国には各部族の大霊を象徴する6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大霊の本体だとすれば、ここのトーテムポールは大霊の意識を共有する分身と言っていいだろう。分身が数多く存在するからこそ
大霊の意識は役だが、けど汚染された分身は、じゃあ大霊を見せ、賛成だ。そいつを一掃することで八神のどうしたのカチーナちゃん。大丈夫、ちょっとやっぱり帰るか。カチーナはここに。大丈夫、こんなデタラメもう少し行ったところにあるんだ。聞いてカチーナちゃん、もちろん私たちは一緒に行く。自分のために何かを証明する人。さーて、サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題、うん、こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めし、え、そんなこと。大丈夫さ、アビスの魔物に力は、俺にはもうあまり時間が残されてない。さあ行け。本当にありがとな。君は我々は人。頭痛はどう？支えてあげよっか。ううん、大丈夫。かなり汚染が進んでるみたい。私たちの呼びかけに答えられ、すぐ始めよう。みんな準備はいい？気をつけろ、奴が来た。なんつう、愚かな勇気には一辺の価値もない。あ、しかとすり、お前まさかマルコを。いずれ我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、いいな。アビスの力は人を酩酊させる。そこの小娘ほど甘い人間を。短命な人間は実に孤名、プライド。エンジンが体裁の良い概念でなければ、なぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまでに。よ、カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？ありがとう。だって、君の言い分は正しいのかもね。確かに、でも君は大きな勘違いをしてる。何を言ってる。友情があるからこそ、私たちは勇気に満ち溢れ力を生み出すのは、友情という概念を信じ集まった私たちだよ。よく言ったぞモアラニー。この程度の敵、私たち二人で十分。うん、あいつに分からせてあげよう。新たな命を見せ、はっ、加速するよ。やっ、サーフボード、ヘッタッ、ちょっとリフト、最高。すごい、グッジョブだよ。よかった、
本当に私も嬉しい。おはるみちゃん、なにこれ。私の古名が光ってる。ここに来るとき持ってこ、これはおそらく物質空間への投影だろう。だがなぜ古名が突然現れ、まさかあんたが。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込む。だがかっこいいじゃねえか。さっきあんたが言った通りだ。長い時間をかけ満身創痍になって、エンジン様の計画じゃ一人一人が自分の役割を果たし、団最も強大な敵をか、君は。俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた流線の銃の戦士だ。その名前聞いたことある。俺の意識が古名の中から蘇ったっちゅうことは、全ての部族を団結させ滅びゆくナタを救ってくれ。あ、私が。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ、小さき明かりを残せ。さすれば炎は苦悶の暗闇さえも我々を分かつことはできない。前から今のナダに訪れる危機を予知していたの。ここでゆっくり話すような内容じゃない。帰って一部はな。でもまさかムアラにも計画を担う。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。簡単に説明できないみたいだし。ええ、聞こえるわ、カチーナ。我が愛しい子よ。よかった。でも、ごめんなさい。挨拶したばっかりだけど、本当は、どうして古名を私なんかに授けてくれたのか、自分で考えて、努力。ええ、でもカチーナ。え？あなたたちは皆、私の最愛の子。あなたたちを育む古名は、私があなたのためにつけた一つの名に過ぎない。自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になろう。古名に新たな歴史を綴る。さあお行きなさい。ここは今も刻一刻と悪化している。変人の計画をあなたたちが、大切な人々や部族のために。ありがとうございます。こうして言葉を交わす。今の言葉はカチーナ。うわ、なんだ、地震か。もう時間がない。アビスの力が迫ってる。早く逃げなきゃ。
よくやってくれた。さあ戻ろう。私たち戻ってこれ、エンジン様が助けてくれたみたいだな。でもエンジンがいないぞ。そもそもそうだぞ、力を失ってるって言ってたよね。エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さっきのあれ、精神だけであそこまで。力には必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナ、急いで聖火競技場に行こう。ああ、お前たちは全員人。オイラはなんともないけど、お前はどうだ？それもそっか、お前はアビスの力。さあ行くぞ。治療を受けるのはもちろんだけど。そういえば大礼が言ってた。それはエンジン様に説明して。私たちの行動のすべてが、よく帰ってきてくれた。疑問が山のようにあるの。無事に帰ってきて。さ、皆さん座ってちょうだい。よし、これでもう大丈夫なはずよ。でも念のため、数日したらもう一度。東堂、こちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがないわ。こいつって昔からちょっと特別。今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ私はこれで失礼します。他の患者さん。ありがとう、クイック。いいわよ、今は時間に。あ、ふん、話題は多岐にわたるが、率直に言おう、ナタの滅びが目前に迫っている。はあ？嘘で。これは事実だ。このことを知るのは旧、先ほど言った余命、つまり。それならモアラニからも聞いた。ああ、当時全ての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来他国が持つような安定した堅固な地脈を有した。あれは長く、あまりに凄惨。我々はその後さらに数百年もの時間をかけてアビスがもたらす。しかしその勝利は表面上。八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。なぜならあそこはまさにナタの地脈のような存在だからだ。当時の計算で八神の国が完全にアビス化するまで最大で500年かかると導き出された。しかしその頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い荒野をさまよっていたのだ。彼らは勝利を信じることを放棄し、未来に目を向けることもやめてしまっていた。文明は消えかけ、信仰は崩れ去り、大霊の力も枯渇寸前にまで追い詰められた。このままではナタを再び一つにしない限り、アビスを倒すことなど夢のまた夢。そこで神と各部族の英雄たちは長い議論の末、ナタを救うための500年にわたる大規模な計画を立てたのだ。そうだったんですね。カチーナちゃんと合流できた後、私は自分のものではない記憶を、その中に。まさに。でも一つだけ理解のできないことがあります。なんだって？エンジンって人間だろ。ああ、しかし魔人で。だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。故に我々は己の知恵を持って切り抜けるほかなかった。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。500年前、
私はこの命を聖火に託した。過去に一度死を迎えたがゆえに再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと二度目の命ということでしょうか。ああ、当時各部族が団結していたからこそアビスを退けることができたのだ。500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには、次、そして部族が復興すれば人々は再び集まり、その部族の大霊も力を取り戻すことができる。完全に復興した証として大霊は、まさに500年前。つまり私がその英雄ってことですか。ああ、君が持つ古名は500年前ヤガミの国での冒険を経たことで、君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことはお前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか。そうだ、当初の計画であれば私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。しかし思わぬ事態が起きた。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を誰も受け継いでいなかったのだよ。その原因は同じく八神の国の汚染にある。聖火と大霊間の疎通が阻まれてしまっていたためだ。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのもそれが原因だった。ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが昔から実に厄介な相手だからな。その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。古名の所有者もその古名と同じ覚悟を示さなければならないのだ。そう悟った時から私はその6人を支援しようと決めた。現在小玉の子のシロネン、かがり木の民のキーニチ、それから北条の国のイアンサが認められている。そしてこたびの件を経て、ムアラニ、君も無事大霊に認められ、古名に刻まれた古の英雄の記憶を手に入れた。でももう1年もないんだろ。そうだ、だが仕方がないのだよ。英雄が集まらない以上計画を始動させる条件も揃わない。切迫した状況であるにもかかわらず依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに、どうして私に教えてくださらなかったんですか。直接言った方がずっと早いと思いますが。確かにそうかもしれないが、逆効果になる可能性も否めない。先に己の使命を知ってしまえば潜在能力を引き出せなくなる恐れがある。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰かに与えられた使命などではなく、君自身の強い意志であってほしかったのだ。つまり残りの2人が誰なのかもエンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ、その者たちの契機はまだ訪れていない。事前にプレッシャーを与えても邪魔にしかならないだろう。大霊の目利きを信じるしかないな。私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ頼ることを選んだからこそ計画を今の段階まで進めることができた。ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない、我々だ。君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思っていたのだが。ん？あ、そうだ、ここにあったものはどこ行ったんだ。さっきから気になってたんだけど。君たちが八神の国から無事帰還できるよう、完全に力を失った私には何かしら手段が必要だった。何せあのような危険を犯すことを勧めたのは私であり、そしてムアラにも肝心な英雄の一人だったからな。ここにあるものは単なる記念品などではない。その本質は燃料という役割の方が大きいのだ。燃料は？だからあの時エンジン様は。ああ、
記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、もっと重要な共通点がある。どれも英雄たちが肌身離さず持っていたという点だ。そういったものには持ち主が戦っていた時の核蓄の炎がいくらか宿っている。当然ながらその力は限られたものではあるが、だが塵も積もれば山となるというように、いざという時には役立つものだ。先ほどはそれらを燃やすことで核蓄の炎を生み出し、それを利用して2つの世界の境界線をつなげたのだ。ただ極めて乱暴なやり方なため、見ての通り力は一瞬にして尽きてしまった。でもあれってどれも大切なものなんだろ？それぞれにちゃんと物語があったのに。はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様に極力使わせたくない力だってことをみんなに知ってもらいたかったからな。エンジン様、本当に申し訳ありません。私のことは気にするな。それに大霊のトーテムポールを救ってくれたのは幸いとも言える。でなければ八神の国のあのエリアは今頃アビスの手に落ちていただろうからな。もしそうなれば小玉の子に災いがすぐにでも降りかかっていた。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、彼らはそれがナタを救う力となることを望んでいたはずだ。あれらの者が最終的にナタの英雄たちを救ったと知れば、きっと皆喜ぶだろう。それでもやっぱり胸のあたりがチクチクします。そう感じる必要はない。前に話した時間の話はまだ覚えているか？我々は何かを失ったわけではないのだ。過去の人々や物語はそれでも負い目を感じ、君たちの物語はまた新たな伝説となり、新しい力を生み出す源となる。ここにかつて置かれていたもののようにな。でも助けてもらったわけだし、やっぱり何かお返しがしたいぞ。そういうことなら酒でも振る舞ってくれればいい。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を、君たちをねぎらうと同時、そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。いかなる時も平常心を保っておくといい。さあ行くといい。小さい頃から温泉の近くに座って、湯の中を人が行ったり、温泉は決して流泉の州だけ部族の子供たちが青春や、たとえその子たちムアラニが大きくなったら、いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきて、あんたもしっかりエンジンをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。空は暗く、部族は散り散りの中、あの狡猾な敵たちと我が怒りは静まることなく、我が力はもう君のために振るわれない。それでも君は俺に会いに来た。きっとたった一言で俺を説得できると知っているか。分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。出なければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。
ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行ってエンジンの責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？お姉ちゃんの人生はこれでおしまいってこと？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。私たちはみんなナタの未来のために身を粉にしてる。ただ存在する時間が違うってだけよ。うん、お母さんの言う通りだね。私たちはもちろんお姉ちゃんのことを一番応援してるよ。もうこんな時に限ってなんでお父さんはいないのかな。何を言えばいいかわからないからいっそ来ないことにしたのよ。きっとお父さんのことは放っておきなさい。ああいう人だから。未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。子供たちもこのような美しい太陽が見られますように。ナタのために。我々は一人で戦ったりしない。ルールは我が遺産であり次の最悪に対抗するための力でもある。戦争は六大部族を鍛え上げ戦の神髄と愛し方を教えてくれたわ。この全てを終わらせるのは果たして誰なのだろうか。我々は記憶と伝説を受け継ぎ太陽と風と共に育ち運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。使ってるお薬を届けに来ただけで今はちょうど帰るところ。ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけどお姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。
お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた？迷惑とかかけてないわよね？おお、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくってオイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。あら、よかった。それを聞けただけで十分。その前の感じからしてお前って思ったことをはっきり言う。私も分かってるのよ、お姉ちゃんってね。それってつまり、ちょっと不器用よね。とにかく無事に帰ってきて。そこまでして背負う必要がある？ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わない。うん、あ、それともし何か不調。言っちゃった。でも悪っ。最高の祝福と熱烈な拍手を、部族の若き勇士カチーナへ。おお、よく、みんなありがとう。嬉しい。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来。何言ってやがる。お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後。いやあれは初戦を楽して突破したかったからじゃない。いやいや、そしたらどうしても。だがその結果。カチーナ、ごめん、本当にすまない。でも驚いたわ。私たちのチーム。同情する。あのバカルおじさん、ちょっといいかな。こうして再びここに帰ってこれたのは、旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは二人とも、そんな二人が私に。ああ、よく来た。君たち二人のために特別にフルーツジュースを用意してある。ひひ、オイラたちの好みまで知ってるんだな。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。違うか？彼らには彼、500年前の日、考えてみてくれ。礼をあげよう。この責任を加えて、どの時代にも英雄は存在する。もちろんこの時代も例外ではない。当然。あ、思い出した。ああ、その通りだ。過去の断片をつなぎ合わせることで、かがり木の民だが、それでも立。どうやら君たち、これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。あ、私は神の名を背負っている。そうだな。ああ、未来で待ち受けているものが破滅。そしてここが正念場だ。いや、正確には3人か。君のアビスへの、うなずいてくれ。コメって。ああ、コメを持つように。現在どんな代価を払おうと必ずこの約束は守る。そうだぞ。そうか、ナタ人以外。隊長様、偵察より報告がありました。お怪我をされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。俺は相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそ、まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。